仕事終えてきたぜ。ちょっと心配だったんですけど、なんとか今日ビジュアル撮影も終えていい感じに撮れました。おめでとう、ありがとう。見に来てね、よろしく。なんか多分もう言っていいと思うんだけど、その私が演じるその役はですね、ゆめゆりちゃんって言って、一応女の子なんですけど、でもすっごいイケメンな役なんです。というのも、あの主人公が、主演がみちゅさんなんですけど、そのみちゅさん演じるひなぎくっていう子の子に使えるゆめゆりちゃんっていう女の子の役なんですけど、でも名前めっちゃ可愛いじゃないですか、ゆめゆりちゃんって、ゆめゆりって。でもね、めちゃイケメンな役なんですよちょっとあの初盾にも挑戦しますし、あと歌にも歌ったりもするので、ちょっといつもと違うかっこいい私を楽しみにしてもらえたらなと思います、はい、そうですね。セプトさんは本当になんか私が関わることがついに来たかっていう感じなんですけど、なんかセルアミあったじゃないですか。セルアミで、あの船とおさらばする前にあったじゃないですか。それはね、私は出なかったので、でその後になんか沖さんとかココアさんとかは出てたっけな、セプトさんの舞台に。でも本当になんか私はセプトさんについてあまりこう関わりがなくて、これから先ももしかしたらそんな関わることないのかなって思ったんですけど、でもね、今回ついにアンピーとダブルキャストで舞台に出演することになりまして、物語が結構あのねじれてるので、なかなか理解するのに時間かかるかもしれないんですけど、私も今台本初稿を初めて、あの台本もらったんですけど、それを見て今理解を深めてます。個人的な嬉しい言葉、まだ発表されてないんですよまだ発表されてなくて、それはまだです。あのセプトさんの舞台に出るっていうことが決まったことを知ったのが結構つい何週間前とかで、もうね、あれなんですよ、楽しみにしていてほしいことはまだ先なんですよ、多分私あの発表されることが。だからちょっとね、まだ待っててほしいそうなんです。ギフトありがとう、ガントチャートさん、あおっちさん、ありがとうございます、ありがとう。ソリオさん、ウミガメさん、ズーミーさん、ミカンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ケンケンさん、ありがとう。嬉しい。でもね、やっとなんかメンタルも
ちょっと徐々に戻ってきたような気がする。体調もね、徐々にね。ね、2期生の活躍の幅が広がってきてますね。さん、くまちゃんありがとう。くま、ありがとう。いやなんか病は気からなのか何なのか分かんないけど、なんかねもう本当に私この世から消えたくて仕方なかったんです。もうね笑い事じゃないけど、もうなんかあもう私はもうやだ、もう消えたいって思ってた。うん、だからあれですね、そう思わなくなったってことから体調もなんか徐々に戻ってきてるから、それが原因なのかな。本当になんかねすごいね、あの殺される夢ばっかり見てたんです。もう本当に朝起きたらもうってもうね汗だく、もうずっと汗だくだったんですよ。また私殺される夢見たと思って、こんばんは。ねえ、なんかね、本当に。でもね、昨日その姉とちょっと久しぶりに会って、でそれでね、なんか私のグーってなったこのなんか、凝りに凝り固まった心がファーンって楽になりました。こうグーってなってたんですけど、ファーンってなんか、あなんで私はこんな風に考えてたんだろうと思って、本当にね、もうなんかね、本当に、ほぐされた。よかった。なんか私はいろいろ勘違いしてたみたい。なんかいつの間にか変な方向に向かって、なんか思考がね変な方向に向かってた、ずっと。ちょっとね、なんか頭がおかしくなってました。なんかもっと好きなように行きます。全然いろんな生き方があっていいなって思って、
なんか変に我慢しすぎたな。うん、ね、自由が良い良い。うん、私らしくね。そうだね。あ、生誕祭皆さん当たりましたか？どうですか？当たりました。おー、やったー、よかったです。おめでとう、ありがとう、みんな応募してくれて。外れた人いないでしょ。だから私言ったじゃないですか、保証するよって。うん、当たった？あ、よかった。おめでとう。ありがとう、みんな来てくれて、来ていくことを選択してくれて、みんなありがとう。うん、だったからよろしく、よろしく。最前列になることを願う。あ、お、いいですね。最前狙って、最前狙いましょう。みんな、ありがとう。EX 大使もやっと入手しました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。こんばんは。うん、明日お話し会ですね。サンタさんになります。サンタコジー、こんばんは。パシフィコ、よろしくね。疲れた。顔が変わる、横になったら。
してみれば。え、誰？僕の血潮オケラだってアメンボだって念願のセプト楽しみにしてます。お、楽しみにしててください。あのね、金髪です。金髪のはみたいな役です。なんか釣り目になる、横になったら。金髪です。早く見てほしい、みんなに。金髪だよ。みんなも金髪で見に来る？アンピも金髪になるよ。パツキンになっちゃうよ。金髪でなんかね、刀持ってる、刀持ってて、でなんかね、お守りしますみたいな感じ。簡単に言うと金髪、刀、金髪でショートカットで刀持ってて、お守りします。ひなぎくさんをお守りしますっていう役です。なんかね、もしかしたら女性に、あ、まだキャストさんと会ってないです。女性にもしかしたらあの受ける感じかもしれないです。女性受けするかもしれない。盾もあるの。そうそうそう、かっこいい役どころでさせてもらいます。ウィークかぶって、あとね、目の色がね、なんか紫青みたいな感じです。女性ファンの方が増えるかもしれない。キャーみたいな。わかんない。こんばんは。なのでなかなかあの新鮮なんですけど、あのぜひ楽しみにしていてください。あのね、あのね、ちょっとびっくりすると思います。なんか私いつも黒髪じゃないですか。で、まあどっちかっていうと、そのなんやろ、なんか男性的っていうよりかは結構女性的な方なのかなって思うんですけど、でもね、真逆です。ショートカットの金髪のウィッグをかぶって、目が紫か青かなんかその中間みたいな色で、で腰に刀をつけてて、でそれでなんか黒のなんかすごいかっちょいいかっちょいいなんか和服みたいなのを着てます。でブーツ履いてます。そんな感じです。多分その
今日撮ったビジュアルがなんかあの写真になったりアクスタになるらしいので、なのでちょっとそれ楽しみにしててください。うおーって、うわー誰誰この人ってなります。池小路になってると思います。でなんで私がそんな格好をするかっていうのはあの物語にすごく関わってくるので、はい、一度も見たことがないそこのあなた、これを機会にちょっと足を踏み入れてみてはどうでしょうか。私もね実はねセプトさんの舞台をねよくちゃんとね見たことがなかったんです、正直に言うと。けどあの今回出演するってなってビデオをね見させてもらったんですよ。そしたらちょいと難しいけど、ちょっと難しいけど面白かったです。すごいなんかすいません、なんか上から目線で面白かったですみたいな言っちゃってるけどね。今までさその名前はさもうなんか聞いたことあるなって感じじゃないですか。そのみちさんが出てるとかさ、なんかそのおきさんが出るとかさ、そのセルアミは見たことあるかもしれないけど、セプトさんってどんな舞台やってるんやろってさ、実際見たことがない方もいると思うので、なのでこれを機会にぜひ見てくださると嬉しいんです。嬉しいな、よろしくお願いします。こんばんは。私がそのイケメンになる稽古は何週間かあるみたいなんですけど、歌も歌えますちょっとなんか花雨の役と全然違うから結構覚悟しておいた方がいいかもしれないはあ、いやー池小路です。はい、ではランキング読みたいと思います。13位、愛子とラブラブアハーン。何言ってるんですか何を言ってるんですか。12位、タクさん。11位、クジマサさん。10位、おみかんさん。9位、ひげめがねさん。8位、けんけんさん。7位、ズーミンさん。6位、カタカナのタカさん。5位、ピクリンさん。4位、ガントチャートさん。3位、ソリオさん。2位、ウミガメさん。そして1位は青地さんでした。ありがとうございました。明日お話し会楽しみましょう。サンタ姿です、よろしくよろしくね。今日も見に来てくれてありがとう。また明日も配信します。じゃあねー、ありがとう、バイバーイ、おやすみー、お疲れ。